私あの散歩なん私散歩ポップティーン TV。 どうもみんな起きてみんな起きてる、ゆうちゃみこと奥川彩乃です。はい、今日はですね、初めてポップティン TV で一人なんですけど、今日は GU で全身コーデを1万円以内で買ってみましたので、今から紹介していきたいと思います。こちらです。はい、今さっき買ってきました。まずトップスなんですけど、トップスはこちらです。はい、こちらです。これは1490円です。これはね、中条あやみさんがイメージモデルをさっきしてて、あ、間違えたしていて、さっき見て買ってきたんですけど、トップスが GU さんってシンプルなものが多くて、いざこれだけなんかストリートっぽい生地というか、なんていうの、素材でダボダボ感、私ダボダボ感が好きなんですよね、ストリートの好きな理由として。でこのな、あ、さっき言ったやばいダボダボ感が好きで、なんかね、私ね、2時間も買い物したんですよ、2時間も。ほんで2時間買い物したんですけど、何回も着替えたんですね。1人店員さんついてもらって一緒にお買い物したんですけど、2時間これ違う違うあれ違う言うてやったんですけど、まあ、結局これになります。だから今回、今年はオーバーサイズがなんか流行っていうことをさっき聞かされて、あ、私いつもオーバーサイズラッキーと思いました。はい、でなんかこれなんかでかくなさすぎてダボてるからいい感じ。ちょっと一つに対してのコメントが長すぎました。イエイ。続きましてですね、こちらです。ドゥルン。あ、ちょっと穴がいい。あ、ドゥルン。これはですね、腰に巻くために買いました。なんかドボドボしてる上にこういうの着ちゃうとちょっと太く見えるから、こういうのを腰に巻いてあげるとすごく可愛いです。定番って赤チェックやと思うねんけど、これ秋っぽくていいかなって思いました。はい、これはですね、なんと1490円です。はい、これはですね、チェックがいい感じ、私ね赤チェックしか持ってなくて、腰に巻いてみたらいい感じだったんで買いました。なんか制服のスカートみたいな色やね。はい、次。はい、これはですね、パンツです。パンツじゃないですよ、パンツです。で、ですね、ちょっと今日漏れてる？ちょっとなんかさっきからなんか目薄い。スキニージーンズなんですけど、61センチ。なんと61センチあるそうです。私の身長は174センチなんで、これも、なんと、1490円。これも自由さん。私身長でかいから、サイズが、ワンサイズとかやったらなんか足りなかったりするんですけど、でかいから。けど、なんか SML、XL ってあったんで、結構誰でも着れちゃうし、まあジーンズじゃなくても、スカートとかもそうなんですけど、いつも私、丈足りひんから、結構ワンサイズとかしかなかったりするんですけど、GU さんって結構いろんなね、サイズがあるので、いいなって思いました。はい。こんだけあります。はい、ピント。はい、次はじゃあベルトです。飾り付けということでベルトを買いました。これはなんと990円になります。すごい安く可愛いのが買えてすごい嬉しいです。はい、愛の夢中みたい。はい、次。はい、これはね、靴です。はい、これお値段なんと1990円、XL です。私足でかいくないんですよ。これはでかいんです。25.5 なんですよね。でも私の正味のサイズ 24.5 なんですよ。やばくないですか、サイズがなくて。でもこれアイダスっぽくて、すごいストリート感、これも出るかなと思って買ってみたんですけど、これはスエードタッチスニーカーって言って、なんか結構履きやすいらしくて、なんか1個ずつ安いから全身コーデとかすごいしやすいですね。 GU さん散歩とかするときに、ココアいるんですけど、私散歩まあいいわ。でね、試着するときに履いたんですよ。
ほんでこのままあの服回せようと思って移動するじゃないですか。じゃあビヨーンってなってこれでパチンって切れたんですよ。見てくださいこれ。この紐を知らなくて私がパチンっていってしまいましたね。まあ新しいのもらったんですけど。はい次。はいピアスですね次は。あの私いつも困難しないんですけど店員さんがいんちゃう言うからなんか買ってみました。なんかねあの私こういうのしないんですよ。だからいつも輪っかとかアディダスのピアスとかナイキのピアスとかなんですけどちょっとなんか大人っぽい感じですね。秋って感じ。なんかフリルやからなんか秋っぽいしすごいなんやろう。うんよき。はい次。あーこれはなんと590円でした。ごめんなさい590円です。はい次はね丸メガネです。私丸メガネねあんまり好きじゃなかったんですけどでもねストリートとかそういう時って丸メガネつけるとすぐよりそういう感じに見えるのですごいいいなって思いました。ぐるぐる糸巻き巻きになってましたね。これはですね990円です。あの私ねメガネあんま似合わないんですよ。でも形とかによりけりなんですけどなんか丸メガネでもこのサイズとあのもう一個でかいサイズとなんかトンボみたいな丸メガネもあったんですけど一番黒縁が一番なんか顔はっきりするしいいかなと思ってこれにしました。あなたの心をこのメガネから透き通す。はい以上になります。イエーイと思ったらリュックがありました。こんなこれはですねセールで1990円になってます。これランドセルみたいじゃないですかって店員さんに言ったんですよ。ほんならなんかまあでもなんかまあでもみたいな感じで言われたんであ私推しに弱いんですよね。なんか店員さんに1個ずつこれどうですかって言われたらあいいですねとか言っちゃうんですけど今日はちょっとやばいポップティン TV やと思ってちょっとほんまに2時間もあこれいやちょっとそれはちょっと言ったらもう店員さんの顔が暗くならないかちょっと心配でしたけど大丈夫でした。イエーイモンタンの唇ですねこれは。でなんでリュックかというとなんかいろいろあったんですよ。あの普通に手持ちとかちょっとちっちゃいポーチとかでもストリート感出す時ってすごいリュックとかの方がいいんですよ。いっぱいあるんです。はあ、いやいっぱいあるし言うのはなんかあのいつもバッグの中汚いんであ今日は綺麗ですよ今日大阪来たので。で学校東京間違えた。はいこれで以上になります。はい早速ですね今からこの全身コーデを着てみたいと思います。では行ってきます。できてる。はい、今はですね GU さんの全身コーデを着てみたんですけどまあ今日はちょっとストリートっぽい ストリートカジュアルみたいな感じなんですけどあのやっぱり難しいですね。あの今日は店員さんと一緒に2時間かけて選んだんですがあの私ここだけの話いつもママとお買い物行ってママに選んでもらってママにもあんた東京行ったらマジでダサい服着るしマジやめてみたいな。まあでも今日はまあ別にダサくはダサいかな分からへんどうしよう。ママに絶対これオンエアされた時めっちゃダサいやんって言われそう。今回の全身のトータル値段は1万30円でした。イエーイもう大成功ですね。まあ1万30円だったのではいって感じですね。はい皆さん私を評価してください。あのダサいとかキショイとかほんまに欲しいです。はいってことで GU コーデは今日は以上になります。はいこの動画が良かったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。高評価はやめてください。高評価していいだろあ間違えた個人チャンネルもやってるのでそっちを置いてくれる瞬間はいって感じで以上になります。以上ゆうちみこと小川えなでした。バイバーイ。